その他の機関車たちは頼もしくて信頼できる本当に役に立つ機関車を目指している。彼らが一番幸せなのは、トップハムハット卿から大事な仕事を任された時だ。ゼウスは自分の仕事がとっても大事だと思ってる。ピカピカの真っ赤なボディが自慢で、いつも綺麗でスマートでいることが大好きだった。ある日、バーシーが洗車に来た。汽笛が詰まっちゃったよ。彼は詰まりを取り除こうとして、ね、くしゃみをした。すると、ゴードンに泥が飛び散った。ほら、気をつけろ。バーシーは笑いをこらえた。おい、僕まで汚くするなよ。今日は市長をお迎えに行くんだからな。それは俺の仕事だ。本当に？その前に洗車しないとな。ふん、生意気に。じゃあね、ゴードン。やがてジェームスは市長を乗せると誇らしげに走り出した。イエーイ、どうだいゴードン。見せびらかしやがって。トップハムハット卿が機関庫にやってきた。ソドー島の女王を迎えに行く機関車が必要だ。ソドー島の女王って誰ですか？水漏れする古い橋家だ。工場に運ばなきゃならん。すまないが汚れ仕事でな。その時ジェームスが機関庫に入ってきた。ゴードンがひらめいた。ソドー島の女王を迎えに行くのも大事な仕事ですか？とても大事な仕事だ。希望者はいるかね？とても大事な仕事？それなら僕がやります。よし、これで決まりだ。女王は運河で待っている。ありがとうございます。任せてください。ゴードンは思い通りに行ったので北斎だ。ソドー島の女王をお迎えに参りました。ああ、ご苦労さん。彼女ならそこにいるよ。ジェームスは激怒した。あの汚らしいのが？ゴードンのやつめ、騙しやがったな。僕を汚そうとして、そうはいかないぞ。絶対に汚れてやらないからな。まもなくジェームスはソドー島の女王を乗せて出発した。ジェームスはおまじないを唱えた。その時トラブルが起きた。古い橋家について動くこの煙突がパイプに激突したんだ。ジェームスはヘドロまみれになると覚悟したが、なんとか助かった。汚れるもんか。綺麗でピカピカ、綺麗でピカピカ。作業員が瞬く間に掃除を済ませ、ジェームスは走り出した。ジェームスは無事に工場に着いた。汚れ仕事がやっと終わって本当に嬉しい。ジェームスが誇らしげに機関庫に戻ってきた。なぜそんなに綺麗なままでいられたんだ？僕は綺麗でなきゃいけないのさ。いつ大事な仕事が入るかわからないからね。その時パーシーが石切り場から戻ってきた。また汽笛が詰まっちゃったよ。ジェームス気をつけて。あたりに砂ぼこりが舞い上がった。ちゃんと注意したよ。洗車しないとね。ああ、洗車してやるとも。見たこともないほど真っ赤になってやる。僕はそれほど素晴らしい機関車なんだ。